こんにちは、ケアマネージャーの藤川です。今日も長生きチャンネルやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、スペシャルゲストがいます。自己紹介をお願いします。合同会社グッドさん、タクト相談支援センターの山口です。はい、はい、ということでですね、ありがとうございます。茨城市タクト相談支援センターの山口代表に私が行っております。僕は介護型なんですけどもね、山口さん障害の方の相談支援員さんでして、今日のテーマはですね、介護のケアマネージャーと障害の相談支援員ってどう違うのかとやっていきたいなと思っております。はい、山口さんよろしくお願いします。お願いします。一つ目なんですけれども、報酬体系からいきましょうかね。ケアマネの事業所もですね、相談支援事業所もですね、営利法人でございますので、まあ、補助金ももらって活動してるわけではないので、うん、どうやってね、報酬をもらって僕らが生活してるかというとですね、介護に関しては1件あたりの報酬の金額が要介護度によって決められてます。うん、要介護1、2の方だったらだいたい1万1000円とかですね、うん、要介護3、4、5の方やったら1万5600円とかね、まあ、そうやって各市によって違いますけども、だいたい要介護の方1人当たりの金額が決まってます。まあ、要支援の方もねあるんですけど、これ委託料っていうところで金額がぐっと落ちますけどね、まあ、4000円ぐらいがねだいたい入るかなっていうのが、まあ、僕の大阪の門真市っていうところでやってるんですけど、そこの基準になります。障害ってどういう基準になってるんですか、報酬は。児童と大人18歳以上の方、うん、児童福祉法に基づく、障害児相談支援事業、障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業というのが2つありまして、うん、子供と大人と思ってもらったらいいんですけれども、うんうん、子供やったらいくら、大人やったらいくらっていうのでも一律です。あ、そうなんですか。はい、例えば障害の程度で変わるとか、めちゃめちゃ軽度な人も重度な人も報酬一緒ってことですか。うん、一緒です。はあ、そうなんですか。そうそうそう、毎月毎月その利用者さんの数によって報酬が入ってくるんですか。計画を作った時、モニタリングをした時で入ってきます。計画を作った時とかモニタリングとか、何か自分が動いた時に対しての報酬っていうことですかね。そうですね、うん、ここがねやっぱ大きな違いかなと思うんですけど、介護の事業所やっぱ基本をきちっとしてれば毎月お金が入ってきます。うん、で障害の相談支援事業所はですね、まあモニタリングに行く頻度も人によって決められてるわけですよね。そうですね、半年に1回の方もいれば毎月の方も、うん、1人を担当してるからといって毎月入ってくるわけではないっていうところがちょっと大きく違うかなって思いますね。はい、まあこれが一つ目のね、報酬についての違いですね。はい、うん、次2つ目ね、インテークのとこですよね。インテークっていうと僕ら相談支援の事業所は入り口ですよね。入ってくる相談をまず受ける入り口、はい、障害の利用者さんのインテークってどういうとこからどう経由して入ってくるのが多いですか。主にまあ基幹相談支援センターといいまして、介護保険でいうと地域包括支援センターの、はいはい、地域の方のとにかく困ったっていうところから相談を受けるところが、うんうんうん、各県域にあるんです。うん、でそこが受けるんですよ。まあ、このケースだったら山口さんの事業所が近いからとか、そうそう、ちょっと山口さんの得意な分野だなっていうところでご紹介が来たりとか。そうです、だって介護保険多分サービス使ってあるから、うん、もう全員ケアマネージャーさんついてると思うんですけど、うんうんうん、茨城では、うん、全員についてないんですよね。だからサービス使ってるけどセルフプランの方も半数ぐらいいらっしゃいますので、かプランナーがいなくてもサービス自体は使えるわけなんですよね。そう、計画を作る事業所作る人っていうのが足りてないんですよ。うん、達成してる人もあるんですけど、うん、まあ、こういう人口の多いところなんかはまだまだ達成してないっていう、うん、タクト相談支援センターの所属してる茨城市では、はい、どのくらい足りてないっていうのか、具体的な数字は最近ちょっと聞けてないんですけど、うんうん、まあ、把握しているところでは大人は 50%、子供は 30%。 そんなに。そうです。50% しか提供できていないっていうことですか。だからセルフプランで、まあ、親御さんが調整してたり、うん、ご本人調整してたりとかいうところで、となると本当に今の倍は必要ってことですよね。相談支援員が障害の場合はですね、基幹相談支援センターっていうところがですね、中心になって、まずお話をインテークをもらって各事業所に割り振りをしてください。介護保険の場合はですね、それと似たような機関はやっぱ包括支援センターになるのかなと、ね、各大体中学校区に一つ包括支援センターがありまして、そこに来たお困りごとの集まったところから事業所に振り分けていただくっていうことが、まあ、最もベーシックな形なんですけど、ただ介護保険の場合はプランナーが結構たくさんいてて、で導入部分での相談も結構昔から行われているので、そうですね、
ね、うん、ですので病院から直接退院のケースが依頼があったり、急に利用者さんが困ってんねんって飛び込んでくることもあるので、なるほど、うん、そういうちょっとインテークの差はあるかなっていうところですね。そうですね、まあ、僕ら高齢者の場合はですね、だんだん階段を降りていく途中の時点での介入なので、うん、皆さん結構年齢が来てるので、うん、理解は受け入れをしてくださるっていうところなんですけど、はいはいはい、障害の方のそういうところってどうですか？本当のインテークっていうところは、うん、基幹相談支援センターだったりとか、まあそこの委託を受けて地域の事業者さんだったりはするんですけれども、うん、子供さんなんかやったらね、まだ親御さんがの需要ができてなかったり、子供さんもまあ手帳ギリギリ取れてる子とかも、で療育手帳外れちゃって精神障害の手帳をもう本当に一番軽い3級とかでサービス使ってる子もいるので、ボーダーの子とかはちょっとまだ親御さんもどっちかなみたいな葛藤はあるみたいですけど、子供に対しての支援、高齢者の分野しか知らないので、すごくわからないというかですね、子供の場合はすでに放課後等デイサービスを使っている人が、まあまあ計画相談の対象になるんです、あ、学前やったら児童発達支援っていうサービスで、就学したら放課後等デイサービス、これは昼間は学校に行かれるんですか？小学校とか、そうです、そうです、地域の学校とか支援学校とかに行かれて形になるんですけど、放課後等デイサービスの目的としてはどういう、預かってもらうっていうところの付加価値、大きくって、本来はそうではなくて、しっかり療育をする、育み育てる、いろんな課題をやったり取り組みをして、できることを伸ばしていく、今はちょっとどっちかというと預かっていただくという付加価値がね、やっぱり送迎、学校まで送迎してくれて過ごさせてもらえて、家まで送迎してくれる、やっぱり今の親御さんって共働きだったりとか忙しくされているので、預かってもらえるという付加価値が重要というか、ね、何がいいのか分かんないですけど、その付加価値がやっぱ大きいなと。でも問題は療育。決定的に違うというかですね、方向性のベクトルがちょっと違うなというのは、育み育てるっていう感覚があまりないというかですね、こう階段を降りるようにして機能を失っていく人たちの、まあ、に寄り添って、その降りる階段を一緒に降りていくイメージなので、そこをこう駆け上がっていくと、できることが一つ一つ増えていくっていう過程を一緒に歩くっていうのとちょっと違うかなっていうのは思いましたね。そうですね、逆にこの支援の終わりというか切れ目ですね、どうしたところで支援で切れるんですか、相談支援。私が経験しているのは、就労にね結びついた方、就労に向かうサービスというのは、それが就労に結びついた、でそのサービスを使う必要がなくなったので、我々の障害福祉サービスはなくなるので、引かないといけない、もう関われないということになるので、専門の機関に、ちょっと就労の前からちょっと関わっておいてもらって、そちらにつなぐとかいうやり方ですかね。一般の方と同じようにして仕事に日中行って夜家に帰ってくるっていうことができれば支援の切れ目であると、そうです、いうことなんですね。あとは65歳になった管轄している地域包括支援センターの方に、ご連絡を入れて、一回訪問してもらって一緒におさらいしていくっていうような、介護保険の方の切れ目っていうと、やっぱり一番はお亡くなりになった時、そうですよね、っていうことで、在宅でなかなか最後までって難しかったりするので、病院に入院して切れるっていうパターンがすごく多いので、すごいポジティブなエンドロールというかですね、があっていいなっていうのは思いますね。やりきったっていう感覚はあるんじゃないかなと思って。支援されてる方が一番訓練をしてきた、スタッフさんとかそういう方の喜びは大きいんじゃないかな。僕らもね、ちょっと折りたたむ過程なので、ね、この人らしく亡くなっていかれたっていう支援ができた時には、あ、よかったなって思うんですけども、またちょっと違うかなと思って、ね。さっきでも65歳問題がやっぱりあったので、そこについてだけ最後ちょっと喋りたいなと思うんですけど、例えば障害って、豊かに結構サービスが使える場合も多いじゃないですか。そうですね、例えば、グループホームでお住まいで日中就労支援みたいなパターンがあるじゃないですか。夜はグループホームでヘルパーさんが大体いつでも来てくれる体制で過ごされてて、で日中就労支援だともうデイサービスと同じようにして月曜日から金曜日とか、下手したら土曜日まであったりとか、もうがっつりがっつりの24時間体制支援がもう組まれてて、でもその人の自立度ある程度高いから就労支援に行ってるわけじゃないですか。その人がこと65歳になった途端に
要介護1とかになっちゃうんですよね。なります。要支援とかになる。要支援とかになるんですよ。ほんだらもうデイサービス週2回しか使えなかったりね。低1割負担出てきます。そうなんですよ、うん、お金も負担が出てきますし、ヘルパーさんも週2回、デイサービスも週2回みたいな、うん、本当に多くて、やっぱこの問題をね、やっぱ誰がどう解決するかっていうところはね、うん、解決策ってありますかね、山本さん。就労系のね、うん、サービスは使えるんですよ、あの引き続き。あ、ですか。介護保険にないから、本人さんがまあ、うん、意欲があって、うんうん、就労系のサービス65歳以上で使っている方いらっしゃいます。あ、それは継続して利用が可能ってことなんですね。そうです。継続、その方は新規で使いました。本当ですか。他市のデイサービスに行ってはったんですけど、うんうん、あの総合事業でダメになっちゃって、うん、他市の利用者が受け入れられなくなってしまって、うんうんうん、行き場をなくしてしまって、秋山さんと相談して、介護系のデイではどこも行くとこないし、日中家によったら時間持て余してしまうしっていうところで、うん、就労支援の事業所に行ってありますね。なるほど。で、まあ、今回そのインテークで就労支援だったんですけど、もともと就労支援あのずっと継続して使ってる人も継続して使える可能性があるっていうことなんですね。就労支援に関してはね、あ、そう、介護保険優先にはなるね。就労とかのサービスってやっぱないので、うん、まあ、65歳って若いじゃないですか。若いです、若いです。まだまだ全然働けるんで、うん、あとね、やっぱり今65歳問題以上に僕が感じたのは18歳問題。18歳問題。放課後等デイの夕方の枠がスコーンってなくなるんですよ、18歳に。あ、ここを放課後デイっていう、うん、平日はね、うん、そういうサイクルできた子が卒業すると、うん、デイサービスだったり就労系の施設だったり、うん、が日中になって、まあ、3時半ぐらいに終わっちゃうんですね、うんうん、ここがなくなっちゃうんですよ、スコーンと。大人向けの放課後デイみたいなのはないんですか。あるんですけど、うん、まあ、この辺の地域と事業所がないんですよ。あ、日中一時支援とかいうとあるんですけど、うん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 、事業所が少ない、うん、もう家族からしたらもう4時とかに帰ってきちゃうわけなんですよね。そうです。ほなお仕事も早めに中断して帰ってくるシステムを取らないと家族も受け入れできないっていう状態なんですね。だからね、放課後等デイを本来の療育っていう以外で預かってもらうっていうやり方で利用していくと、18歳を迎える時にちょっとしんどくなる。卒業を目的としない放課後デイの使い方をしてると、後でご本人がどうしようっていう状態になってしまうことがあるってことですね。皆さんほぼ共働きで、まあ、一応サービス自体はあるんですけど、うん、それが増えないことにはなかなか難しいですよね。そういうことでいうと運命の差なので。ああ、そうなんや。そうなんですよ。より必要とされるんでしょうにね、体も大きくなっていくし、うん、ね、そうです ね、 ね、うん、まあ、65歳問題に加えて障害には18歳問題があるっていうことがね、まあ、よく分かりました。今後ね、そういうところに参入する事業がねもっと豊かになって、もう相談支援事業ももっとねたくさんの人に参入してもらって、もっといろんな方にね、いろんなサービスが行き渡ればいいですね。そうですね。うん。ね、タクト相談支援センターの山口さんをお迎えしてですね、介護のケアマネと長大の相談支援事業所との、違いについてやっていきました。はい。はい、まあ、こんな感じで長木チャンネル、いろんなね、介護の情報をまたお送りしていきたいと思っておりますので、皆さん、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。この辺ですかね。この辺ですね。この辺ですか。この辺です。お願いします。はい、タクト相談支援センターの山口さんでした。どうもありがとうございました。長木チャンネルでした。